演舞開演。どうも、本日はこちら今日の野菜入り宇治抹茶青汁というものを飲んでみたいと思います。あー、野菜入りね。この中に野菜が入ってて、しかも、あー、やっぱり来る宇治抹茶が使われてる。京都辻利石引き抹茶が使用されているらしいですね。ここに書かれていますけど、辻利ってよくローソンとコラボやってますけど、この抹茶が青汁になってもどうなのなのか想像がつきませんが、中身はやっぱりと思いますね。はい、こちらの通り青汁を入れてみますと緑、ここにお水を注いで、混ぜます。ちょうどいい感じになってきましたので、いただきます。抹茶が入っていても、青汁はやはり青汁です。抹茶が入っているのに若干まろやかな風味はありますが、やっぱり基本は青汁なので、うわ、ちょっと抹茶のお菓子のとは違う感じですね。まあこのまろやかさで栄養が取れるのであればいいんじゃないでしょうか。なのでこちらの点数とさせていただきました。それでは、サラリーマンアイスクリームを頼むなり、なんかもうそのまんまですね。お題難しすぎですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。